はい。さあ、皆さん、えー、こんにちは。おはようございます。こんばんは。レック専任講師の宮口です。えー、本日は、担当ゴロテクコンプリートの、えー、告知というか、プロモーションビデオですね。えー、これは、あのー、聞いていただこうと思いまして、今、プロモーションビデオを撮っております。で、これもね、 あのだいぶ、まあ、ロングランな講座なんですけどね、まあ、どんどんねあの進化しますよ。えー、それで、あのーまあ、ご覧の通りねこれあの受講生がです、ね、言ってくれてるんだけど三内、ねえー、先生の頃はどれもユニークでくすっと笑いながら覚えてしまえるものばかりでした気づけばさまざまな条文定義趣旨が身についていったといれは今でもパッと出てみます。 ゴロテクは覚えてしまえばね、知識の定着はしやすく、七十三条一項の詩、観行物の定義、仮実施権の趣旨など、語呂のおかげで今でもパッと出ています。ああ、まあ、資本義いかんた持ちけへんとかね、ありますもんね。はい、で、口述まで役に立ちました。三浦先生の講座、初めての受講者は、これがあの目から鱗でね、長年積み重ねた語呂は、あの。はまればね、楽に暗記できると。 ね、私も実際口実までそうこれね担当用だけどね口実までね役に立つんですよ。えー、で、えー、これね知識編中のがあって、まあ、6回これね、あのーまあ、2時間かける6だけど皆さんこう思ったいよこの,この講座ね、あのーまあ、3時間かける6と思っていた方がいて多いです。 じゃあなんで先生2時間って書いてるんですかと嘘じゃない虚偽表示じゃないですかといやいやあの2時間って言っておきながら1時間で終われば虚偽表示ですけどねこれね2時間って言っておきながら大体3時間ぐらい教えてますからええでそれはなぜかというとね理由があるんですよこれ3時間で設定するとですよね値段がぐっと上がりますもっとね、うんだからなるべくこう皆さんがあの金額がね安くな,なるように私なりこれ 金額どこに書いとんのよ、うんあこれか6万9000円だねうんだからもっと上がっちゃうんだよこれ3時間講義にしちゃうとでも私はもうあのサービス精神でもってもう2時間で終わればいいところを3時間でまあほぼ3時間で教えてますからねあ3時間以上教えるとあのテ,テープというかあの枠があってねあのそれはみ出すことはできないんで無理ですけどねええ、うん であのとは言いながら先生2時間10分で終わってる時もありますよそれはあの私が今この収録してるスタジオのね、えー、例えば今私収録してるじゃないですかこのあとまた別の先生が他の資格とかの控えてるんですよその先生に迷惑じゃないですかだからあの控えてる時はもう終わらざるを得ない、ね、控えてない時はもう3時間近く教えるというです、ね、サービス精神旺盛な講座になっておると。 ね、で知識編がまああのいろ,いろんなその語呂合わせ教えます全部で6回ですね2 6十2だけどサブ6 1みたいサブ618みたいなもんですよ、うん、で7から7890これがね、あのー、これあれか一気に送られるよねはい実践編はあの問題を解いていきますこれうん 実践編あるかなあの実践編はねそうそう、えー、こんな感じでさまあ出題例14とかねこう,こうやってかなりの数やりますよ90問近くぐらいやるんじゃないかなそこまでやらないか相当い90はちょっと言い過ぎかもしれんけど相当こなしますよ、えー、であのパターンがあってね一つ選べ問題あのいくつあるか問題 穴埋め問題組み合わせ問題それぞれのテクニックはねあるんですあっと驚くね、うん、だから知識編ではね例えばトリップス協定だとあのこういうあの普遍的なあの法則あるんですよとそうのを教えますからねでゴロテク編では、まあ、あ実践編ではね問題を解きながら、うん、この問題はこういうテクニックでねもう4が答えなんだよと。うん もう本当にね究極のテククニックあるんですよ本当にマジでそれも教えますからただそれはもう本当非常手段だからね非常手段、うん、もう普通はまともに考えてほしいんだけどどうも埒がうかん時間がないという時のテクニックも教えますからねえそしてなんと改正改定対策強化編ということでえー、これがあのあれですよ まさにあの令和元年改正とあの平成30年改正ね、えー、去年あんまり改正出なかったやろ去年の担当試験平成30年だから平成30年改正もねちょっと油断できないから皆さん令和元年ばっかりやってると思うんだよねあそう,ですそう法改正や審査基準の改定に漠然とした不安を感じてる受験生が多いと思うんでね ただね審査基準はそんなに出してません何でかというと今後また変わる可能性あるから、うん、であの変わるっていうのはほらあのパブリックコメントの段階だからね軌道修正が入る可能性あるでしょ、うん、でももう法律はもう変わらんからねもう決めてるから、うん、<laughs> おい取れましたねはい。 オッケーですはいそれでですね、あとはあーのーその改正編ってどのぐらい気合が入っとるのかということなんですけどね改正編はね、あのー、すごいですよこれ改正編って言ってもね、あのーほら、26年改正からまとめてますから、私、すごいでしょ、うん、例えばさ、浦島太郎的な受験生もいるわけですよ、ここ45年なんか、便利試験から遠ざかっとったようなね。 そういう人たちのために平成この椅子邪魔だね平成26年改正からねやっていくからねうんこれこうかぶせないかんのこれ面白い今から「テレレレレレンテレレレレレレレンはい椅子が消えました」とかやってる場合じゃねえんだよはい でえー、っと26年改正ねはいであれです27年改正もばっちりですばっちりちりばつですよ皆さんほら27年改正ねすごいでしょもうねすごいんだよこれもうちょっと半端じゃねえからあそれでよ30年改正でうん真相でもうそんなの釈迦に説法だよみたいなところからねちゃんとあとほら存続期間 TPP 改正ね いそしてあのほらあ皆さんお得意の全体部分間の類比判断ねええー、それ変わったよねで組み物はねこれあのー、ちょっと56品目のやつが一応載ってんだけどあのー、もっと改正されてよあのー、ね知ってるでしょ言わん方がいいかなこれ減る,減るんだよねうんそうですこういうね固形のりのやつとかもね載ってますこれ入信先順ねで さらには令和元年改正とほらもう盛りだくさんですよね素晴らしい、うん、もう衣装もばっちり画像の衣装とかね建築物の衣装とかあの実施の定義とかばっちりチりばつですよ、ね、でそんな中あのー、俺がね問題をあの100枝ね用意したからまんべんなくですようん。 あの特実衣装情緒譜までまんべんなくねあのー、用意しましたからあーそんな感じですね。であとはねあの面白いところといえばね「判例ゴロテク」っていうのがあるんですよ。でこれは、まあ、まあちょっと趣味なところもあるんだけど「判、う、例、ん、ゴロテク」面白いですよ。えー。 まあ、ちょっとだけ見せようか「半礼殺わせ」と「小夜子二十歳の誕生日に愛知で周知なニューアマモトに泊まったと」とへえあとさあの「ニューアマモト事件」というのはねあとね「三郎の無二だ」サブロー「三郎ああこれね「立花宗を見ろ」「清酒と小中類似だな」<laughs> そ,もうそんなね買ったり語呂合わせゃなくてもっとシンプルに「三郎のむにだ立花政宗」と覚えるべきじゃん韓国語みたいな感じでね三郎のムニだみたいな感じでねあとほらこれも面白い「寿司も食いな」ね巨峰事件だからね巨峰もいいけど寿司も食いな、ね、うん食べ合わせが悪そうですけどねええー、まあ素源な感じでねすごいでしょこれもね何ページ1 2 3 4 5、5、6、7あ、8、9。すごいよ、9ページまであるよ。うん、9ページの最後を飾る判例語らせを教えておくね。もう特別サービスで。うん、ほら、レイア姫登場です、ほら。アレルギー性がん疾患転眼剤事件。 レイヤ姫、船アレルギー <laughs> レイヤ姫船、ね、ヤ姫船アレルギー。うまいうまいうアレルまいうまいことできましたね。はい、ということでね、えー、プロビデンス、これはまあ気にしなくていいですよ。これはね、少子験のなんかファイリングを私がもらっただけですからね。えーはいあのー、ということでね、いやゴロテクコンプリート、はっきり言います。年々進化しますよ。 もうだからねやっぱりおと年より去年去年よりあの今年と、ね、今年より来年になるかもしれませんけどとにかくね Best or Nothing この精神で私頑張ってますから言ってる意味分かりますベスト・ o t h i n g つまりベストなもの以外はもう提供しないベストなことをや,やらないんだったらやらん方がましだというそういうね精神でもって頑張ってますから。はい All or nothing じゃありませんよ Best or nothing です、ね、いい言葉です、はい。ということで皆さん、えー、今年もね、担当ゴロテクコンプリートプラス、ね、これをね、ぜひよろしくお伝えよろしくお願いします。であの、えー、最後にですねあの、もう申し込みとかできるんだけどあのレジュメとかの発送がね、まあ、2月20日ぐらいですから あのー、まあそ,それまではちょっとあまだね聞けませんからその点ご了承ください、えー、値段は6万9千円で、えー、今年の5月31日まで聞けますはいということで、えー、宮口聡の「ゴーロテックコンプリートあー新作百枝プラス改正改訂対応バージョン」をですねお送りいたしましたね三3連発はい ということで、えー、どんな感じこんな感じか。<laughs> こんな感じですね。じゃあ終わりたいと思います。どうも。あ、これはね、受験生、合格者からもらったネクタイね。ちゃんとしてますからね。だるまさんですよ、ほら。縁起物ね。はい。じゃあ終わります。どうもお疲れ様でした。